聞いての通りだよ。おじい様が僕たち全員に何かのテストをしたいと言ってる。テスト？何年かぶりに書斎から出てきたと思ったら、こんな時間にテストごっこかよ。ったくじい様め、何を考えてやがんだ。それに関しては僕たちの親も同感のようで、かなり揉めてるみたいだ。ま、揉めたところでじい様には勝てないんだろうけどな。そういうことだね。仕方がない、当主様の命令だからね。従おう。まず最初は僕とジェシカちゃんが呼ばれてる。僕は礼拝堂へ、ジェシカちゃんはお屋敷の客前だそうだ。俺とマリアは追って連絡があると思うよ。ここで待ってて。うん、真夜中のテスト。なんだろう、どんなテストだろう。クイズ？パズル？マリア、狼と羊のパズルなら得意。うん。じゃあ俺たちは留守番してるぜ。うん、じゃあ行ってくれよ。もう待ってるみたいだし。次期当主は孫の誰かにね。ま、私には好都合だぜ。誰かに押し付けるチャンス。マリア、次期当主になる。なりたいなりたい。うんうんうん。マリアが次期当主ってのも悪くねえぜ。じゃあね、また後で。さて、俺は礼拝堂前か。冷えそうだな。ゴーダさん、戻ってきたら熱いコーヒーの用意を頼むぜ。どう？いい脚本だったでしょ。ああ、親父に感謝だぜ。親父の気まぐれってことにしときゃ誰も疑いやしねえ。じゃあ手分けしていきましょう。私はジェシカちゃんを、あなたはジョージ君を。おう、手際よく済ませてのんびりコーヒーでもすすろうぜ。大丈夫よね。今頃になって両親の呵責とかないわよ。当たり前だろ。10億の金が手に入るかどうかの瀬戸際にいるんだ。俺も男だぜ。人生に二度とないチャンス、棒に振るつもりはねえさ。それでこそルドルフさん、私はここ一番のチャンスを逃さない人が好き。そんなあなただから私は好きになったのよ。ああ、嬉しいぜ。ルドルフさん。なんだよ。ずっといてね。え？なんだって？ずっと私の好きなルドルフさんのままでいてね。当然だろ。俺がいつお前を失望させたよ。お前はそんな心配より祝杯をあげる時のシャンパンの銘柄でも迷ってろってんだ。そうするわ。いい？バトラ君が大事なら礼拝堂前でジョージ君をやっちゃダメよ。死体を見つけられたら面倒でしょ。ああ、分かってる。その辺にうまく誘い出すさ。雨の屋外だ。どうとでもなるさ。西部劇の悪役じゃないんだからね。メイドの土産とか最後に言い残すことはとか、そんなことやっちゃダメよ。
残りのみんなを殺すわ。そうに違いない、絶対に。そんなことだろうと思ったわ。私にとって一番胸クソの悪いゲームを見せて嘲笑ってやろうって魂胆ね。ベルンカステルさん、あなたは私にこの世界の素晴らしさを教えてくれた。そんなあなたがエンジェを傷つけるためだけにこんな物語を紡ぐとは信じたくない。ゲームマスターがあなたであることはもう
私にも分かっているんです。教えてください。どうしてあなたはこんなゲームを私たちに見せるんです。好きに最悪のゲームを繰り広げればいい。猫箱の中の無限の可能性の中の一つだと言いたいんでしょ。好きになさいよ。好きに。私はこんなことではくじけない。1986年10月5日の真実をいつか必ず暴いてやるんだから。誰もいねえぜ、キリエおばさん。すぐに来るわよ。そこに座ってて。キリエおばさんは聞いているんですか？どんなテストか。ええ、すぐに終わるの。そうだといいんですけどね。ルドルフおじさん、何をするんですか？後ろから撃つのはどうにも性に合わねえ。危ないじゃないですか。一体何の真似です？銃口を向けて引き金を引くってのは他に何の真似があるってんだ？やっぱり狙いより下にずれるぜ、この銃。癖がひどい。誰か助けて、ルドルフおじさんが。悪いな、ジョージ君。痛えか？これなら背後から脳天をズドンとやった方が慈悲があったり、何もわからねえうちにズドンじゃあまりに無慈悲かと思ったんだが、どうやら逆だったらしい。どうしてルドルフおじさん、あんなに優しかったおじさんが、どうして？このことは忘れろ。明日の夜には全てなかったことになる。突然の不幸な事故でみんな死んじまうのさ。その瞬間まで俺たち親族は仲良くやってたのさ。そうなるんだ。だからこいつは気にする。忘れろ。
ブルフォージさん、あなたのこと憧れてたのに。いつも言ってたろ、ジョージ君、俺みたいな大人になっちゃダメだぞ。つまりはそういうことさ。来世では悪党を見抜く目を最初に養うんだ。ジョージ君ならできるさ。何しろ勤勉なんだよ。俺みたいな金に目がくらむ下道にはなるな。ルドルフおじさんか、お金で人を殺すなんて信じられない。純真は殺せるんだぜ、金で人は。案外こんなもんなんだな。もっと両親が痛むと思ってたぜ。終わってみりゃ案外こんなもんだ。バカから金を絞り取るのと全く同じことさ。いつもの石取りゲームじゃねえ。目の前に金の山があったら早いもん勝ち。細いやつは蹴落とされて地獄行きってわけさ。